毎度おはようございます、こんにちは、こんばんは、釣り深井です。今日は、氷上のファミリーフィッシングをこれから始めたいと、考えている皆さんのために少しアドバイスをしたいと思います。まず何を揃えるかというところから始めたいと思います。最初に、やはりテントですね。外で、やることもできるんですけども、やはり小さいお子さんですとか、女性ですとかが一緒ということになればですね、やっぱりテントの中で、暖を取りながら釣りをする方が楽しいかと思います。テントはですね、一般的に皆さん使われているのがコールマンのテント、これが一番いいのかなと思いますね。なぜかというとですね、あのテントは風に非常に強いんですよ。ムカビラや他の釣り場もそうですけども、風よけが何もないですから、結構いい風が吹く時が多いです。そんな時にですね、風に強いテントっていうのは必需品になってくると思います。あと、ネットでも少し安いのが売ってるんですけれども、あまり安すぎるのはですね、非常に、華奢にできてですね、ちょっと、風にも弱いということで、あまりおすすめはできません。コールマンと、あともう一つぐらいテント、いいかなと私が考えているものをですね、動画のですね、説明欄にリンクを貼っておきますので、参考にしてください。そして初めてということなもんですから、まずですね、釣りに行く前に、テントを買ったら一度家の前でですね、テントを立ててみるという練習をしてください。僕過去にですね、釣りに行っててですね、家族で初めて氷上釣りに来た方だと思うんですけども、まだ初めてですね、釣り場でテントを立てるということで、立て方がうまく分かんなくてですね、旦那さんと奥さん夫婦喧嘩になってた光景見たことありますので、やはりお父さんですね、まず行く前に一度テントを立ててみるといったことが大切ですので、まず買ったらですね、家の前で立てて、それから実際の釣りに行くことをお勧めします。あと設営の仕方なんですけどもね、風の強い時に設営しますとですね、やり方を間違えるとですね、テントが飛ばされて、最悪テントが壊れちゃうということもあります。そんなことのないようにですね、風の強い時にはどのように立てるかっていうのもですね、私も動画で紹介しておきますので、それも一緒に動画の説明欄にリンクを貼っておきますので、参考にしてみてください。続いて、穴を開ける、アイスドリルですね。これについてちょっとお話をしたいと思います。アイスドリル、安いのもあります。高いのもありますけれども、安いのはですね、数回使ったらもうなかなか、切れなくなってしまうというデメリットがあります。会話を買えばまた、使えるようにはなると思いますけれども、まあ最初いたずらにですね、やってみるということであればですね、安いアイスドリルを購入するというのも、一つの考え方かもしれませんけれども、これからずっと何年も氷上釣りをやっていくといった考えの方はですね、少々高いかもしれませんけども、2万円前後の、やつをおすすめします。私もですね、当時で2万円ぐらいしたのかな、もうちょっとしたかな、1万円を買いましたけども、未だに使ってます。非常に切れ味もいいので、少々氷が厚くなってもですね、そんなに苦労しないで開けることができます。安いやつはですね、切れなくなるとですね、大変なんですよ、穴開けが。やはり快適に穴を開けれるっていうのも一つの、大事な部分だと思いますので、やはり少し良さそうなアイスドリルをおすすめします。最近はですね、インパクトドライバーを、穴開けの、アイスドリルにつけてですね、電動で開けるという方もいらっしゃいますけれども、そこまでしなくてもですね、ちょっと高めの、手で開けるアイスドリルで十分かと思いますので、そんなのを使ってみてはいかがでしょうか。
次、大切な釣り竿についてちょっと説明をしたいと思います。ワカサギというのは非常に小さい魚ですよですね、当たりも繊細です。ですから、竿もですね非常に弱い竿を使うことをお勧めします。硬い竿でしたらですね、ワカサギの当たりが取れなくてですね釣果にも非常に影響を及ぼす、部分ですので、釣り具屋さんに行きましたらですね穂先が本当に柔らかい、多分ですね 2,000円前後で、竿先売ってると思いますので、そんな柔らかい竿を使ってください。釣り具屋さんにはですね硬い竿を売ってますけどね、そんな竿を使ってしまうとですね釣果も激減してしまいますので、ね、そこはもう注意してですね柔らかい竿を絶対選ぶことをお勧めします。続きまして仕掛けについて、説明します。私はですね仕掛けはですね長さ50センチ針は5つついた、非常に短くて針数の少ないものを使っています。長く釣りをやられている方は分かると思うんですけれども、ぬかびらでも他でもそうですけれども、釣れるのはですね、下針から3つぐらいですね、上2つぐらいはですねほとんど釣れません。ワカサギはほとんどベタ底にいますんで、針数が多いとですね、トラブルの原因にもなりますし、テントの中で釣りをしますんで針数が多くてですね、長い仕掛けはですね逆に扱いづらくてですね、やりづらいと思いますんで、長さ50センチ針数5つ、針の号数はですね、2号から 2.5 号がおすすめですので、そんなものをお使いください。次に、餌です。餌はサシを使います。白刺しもあれば紅刺しもありますけれども、一般的には赤く染めた紅刺しの S、一番小さいやつですね、それを選べば無難かと思います。餌の付け方なんですけれども、針にちょんがけ、ちょっと針にちょんとかけるといったちょんがけにしてですね、あと刺しの先の方ですね、先の方をハサミで切って、エキスを出すという釣り方をおすすめします。そのままちょんがけのままでもですね、全く釣れないというわけではないんですけれども、少しでも多くワカサギを釣りたいということであればですね、ちょんがけにして、先の方をハサミでちょんと切って、刺しのエキスを、水中で漂わせて、魚を誘うといったやり方がいいかと思います。それとですね、ちょっとマニアックな釣り方なんですけれども、ワカサギの5本針の一番上ですね、一番上ほとんど食いついてきませんので、そこの一番上にですね、ブドウムシをですねつけるんですよ。ブドウムシ自体は非常に大きい虫ですので、それをつけてもですねワカサギはそれを加えることができません。そのブドウムシの頭をやっぱりハサミで切るんですよ。でちょんがけにして、ブドウムシから大量のエキスが水中で流れ出てですね、余生効果が非常に期待できるものですから、そんなやり方もありますので、ぜひよろしければ試してみてください。続きまして、ストーブ、暖房を取るというのは非常に大切かと思います。暖房を取る中で非常に気をつけてもらいたいのはですね、テントを締め切ったままにしてですね、換気をせずに使うとですね一酸化炭素中毒になる恐れがありますので、必ず換気をする、それが大事なことですので、絶対に守ってもらいたいと思います。いろんな暖房器具があります。私はコールマンのストーブ使ってますけれども、コールマンでなくてもですね、ガスストーブ、カートリッジのガスですね、を使ってですね、ガスストーブもありますので、一般的にはちょっとガスストーブの方が手軽なのかなと思います。私は多分結構行くようになってくるとですね、コールマンのストーブも捨てがたいんですけれども、カートリッジ式のガスストーブ、そんなもので
やってみてはいかがでしょうか。次服装です。非常に寒い外、歩きますので、服装はですね、防寒性能の優れた服、これを選んでください。下着はヒートテック、絶対おすすめですね。あと靴はちょっと大きめの靴、きつめな靴はですね、血行が悪くなって寒く感じますので、ちょっと大きめな靴に、防寒性能の優れた、靴下ですね。あと、耳なんかね、冷たくなりますので、あったかい帽子も必要です。あと首ですとか足首ですとか手首ね、そんなところも、大きな血管が通ってますので、温めることが大切だと思います。あとあれですね、カイロ、これ結構今カイロも性能が良くてですね、非常に暖かいです。長時間暖かいです。腰ですとかいうですね、カイロを貼ったり、まあ、足の裏にもですね貼るカイロってありますので、そんなのを使ったらいいのかなと思いますよ。どんなところで釣りをするのがいいのかといったことですけれども、基本はですね、表彰する皆さんやってますけれども、テント村、まあ、俗に言うテント村というんですけれども、皆さん集まって釣りをしているようなところがあればですね、そこでやるのが一番無難かと思います。みんなから離れて釣りをしたらそこが、パラダイスがあるのかななんて思ってですね、テントがたくさん立っているところから離れたところで釣りをされる方もいらっしゃるんですけども、やはり当たり外れが非常に激しいので、やはり初心者の方はですね、まあ、ぬかべら台行くと特に分かるんですけども、テントが集中しているところがありますので、そんなところをめがけてですね、その近くにテントを張るというのが一番無難かと思います。あと釣り方ですけれども、まあ、ぬかびらあたり見てもですね、魚はもう底、ベタ底ですね、そこにいますんで、仕掛けはもう一番下に、そこにつけて、つけるぐらいの深さにしてですね、釣りをすると。してたまに竿を上下させてですね、魚を誘うというやり方をしてください。竿をゆっくり上下させてちょっと止めて当たりを待つと。して当たりがなければまた竿をこう上下にしてですね、誘ってみるといったやり方をされたらよろしいかと思います。あと YouTube の動画やなんかにですね、この釣り方いろいろ出ておりますんでね、そんな動画を見ながら参考にされてもいいのかなと思います。初めてのファミリーフィッシング、なかなか初めて行って、困る部分だとかいろいろあるかと思いますけれども、何回かですね、まあ最初行って、問題があればですね、それを一つずつ解決していってですね、ステップアップしていくというのも楽しいのかなと思いますので、皆さん頑張って、釣りに行ってらっしゃい。